はい、皆さんこんにちは、マンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはディズニーマイキャッスル2マイハッピーライフの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、カフェを無事オープンしてミッキーたちを招待したと。でさらにそのご褒美としてドリームファンタジーっていうね、ご褒美的なイベントをこなしたというのが前回になります。で今回はその続きですね。シールを増やすというのが当面の目標になりそうです。早速始めていきましょう。おすすめシールを見てシール枚数を増やそうということなんですが、その前にミッキーの家で何かありそうなのでミッキーの家に行ってみましょうか。お、ミッキーがハテナマークだ。何がいいかな。ハロー、パワちゃん。僕の部屋に何か飾りたいんだけど。もうミッキーね、かなり充実してるんだけどな。ミッキーの車のオブジェ。ミッキーの車のオブジェを作ってくれゃいいんだな。じゃあ、チップとデールの家具屋に行けばいいわけだ。その前に、ちょっと飛ばしてしまっ、なんだこれ。超でけえ。これピートだ。クリスマスのご馳走をたくさん食べれるように今から腹を減らしておかないとな。確かにな。それは言えてるな、ピート。おすすめシール、気球屋さん、姉と話してと、5種類のシリーズのパーフェクトコーデに気が栄養を、カフェオーナーのレベルアップ。なるほどね。気球屋さんに会いに行こう、キャッスルフロントに行こう、仕立て屋のラインナップ追加、工房のラインナップ追加、お願い事。なるほど、いっぱいあるな。やることが多そうだ。あと7分でカフェの料理が満帆だと言われてもな。20個目だな、これがシール。新しいレシピが増えたよということで、ちょっとじゃあ早速そのレシピを見てみますか。僕とチップは仲良しなのさと。で、新しいレシピが11個も増えたのか。ミッキーの車型のオブジェ。これだな。何が足りないんだ？網細工のバブルとピカピカシーグラスが足りないと。キャッスルタウンの魚釣りで、網細工のバブル。キャッスルタウンの砂浜で、ピカピカシーグラスが作れますと。なるほどね。じゃあ魚釣りと砂浜でピカピカシーグラスをゲットしてくるか。魚釣りはどこでできるかっていうと、ドナルドの家でできましたね。なんか一気にクリスマスな雰囲気になってるな、街が。まずはこの辺りに何か落ちてないかな、砂浜で。お、見つけたぞ。ピカピカシーグラスをゲットしたぞ。これは？星形の貝殻もゲット。なんだこれ、人手かな、星形の。じゃあ続いてドナルド。ここにドナルドの、
雪だるまがあるんで記念撮影しちゃいましょう。で、ドナルドの家に上がり込んで魚釣りですね。あれどうやって行くんだっけな。お、来た来た来た。てっぺんに来ただけで、こっからだと魚釣りできないな。デッキに出ないといけないんですよね。どうやって行くんだっけな、デッキに。デッキへの行き方を忘れてしまった。ここだ。じゃあ魚を釣っていきますか。えい。アミアミ細工のなんちゃらかんちゃらが必要なんだけど、これは飾りガニだな。銅のバブルか。うわ、結構シビアだな。次こそ見えてのものをゲットしたい。結構センシティブですね、竿の反応が。なんかかなりの大物の予感。ブラックサイフィッシュ、これも銅のバブルか。意外とレアなのかもしれないな。さあ食いついてこい。プレゼント運。さあ何をくれる。こいつも銅のバブルか。ちょっともう一回挑戦してダメだったら、おとなしくスクルージーダックおじさんのデパートで買うか。さあ食いついてこい。2匹一気釣りとかできないのかな。黒すみのバブル。なんかより良さそうなものを手に入れた感じはありますけど、ダメでしたね。スクルージーダックおじさんの家に行こう。家じゃない、デパートか。でついでにこのツリーのところで何かミニちゃんが困ってそうなんで、ミニちゃんに話しかけますか。とってもかっこいいわよ、パーちゃん。ありがとう。あなたっていろんなコーデが似合うのね。それだけ？なに、ミニちゃん。お部屋の元気を変えるために新しい家具を作ろうと思うの。ミニちゃんも家具変えたいの？嬉しいわ。しかも、家具を持ってきてくれってな。水玉ルームライト。
で、グーフィーのところでも何かあるな。グーフィーの家のところに巻物のマークが出てますね。なんだグーフィー。うちの壁が古くなって、触ったら壊れたんだと。なるほど、レンガを取ってこいと。なるほどね。なんか結構いろんなもの持ってこないといけないな。じゃあどうしようかな。スクルージーダックおじさんの家に行くしかないよな。まあ、カフェでちょっとじゃあ注入しときますか。食料というか出す飲み物食べ物すぐ売り切れるな。なんかストック数を1000個ぐらいにできないかな。新しいレシピもちょっと考えなきゃいけないしな。金はかなりありますからね。新しいお料理を作ろうと。新しい料理、ラプンツェル呼べるんだ。へぇ。ラプンツェルは呼びたいな。うんうん。家具は壁床セットが絶対必要だと。なるほどね。じゃあ次はラプンツェルコーデにすりゃいいわけですね。ドリンクを3種類用意しましょう。みんなでミッキーコーデ。じゃあまずミッキーコーデはすぐできるんで、ミッキーコーデにしましょう。これでリクエストを1個クリアしたよね。で、料理も新しい料理を入れていきますか。ドナル、待て待て、ドナルドでいいのか。デイジー、塔の上のラプンツェルだろう、今は。海風マンゴーがないわけだ。海風が移動、海風マンゴーか。は、リロスティノワールドエピトースリーと。ちょっとまだ手に入れるのは先になりそうだな。パスカルのカラフルティーは作れます。ということで作っちゃいましょうね。太陽のハイビスカスが足りないんだな、この料理には。リロスティか、ここも。そしたら、どんどんレベルがアップしてるけど、料理で作れるものを作っとかないと。これで軽食とドリンクを補充したんで、まずはしばらく売り上げは達成できそうですね。じゃあお城の方に行ってみますか。なんか気球屋のお姉さんに話しかけたりしなきゃいけないし、新しい材料を手に入れるにはリロスティに合わないといけなそうですからね。とその前にマグダックスおじさんのデパートで、アミアミなんちゃらをゲットしときますか。
すれ違い通信や気球屋さんからメダルを手に入れてメダルで交換することもできると。ほうほうほう。まずはそうは言ってもこれよこれ。丸い板じゃないし、小麦の実でもない。空飛ぶ貝殻でもない、ミルクベリーでもない。あれ、どこで手に入れるんだっけ？ここじゃなかったかな、もしかして。困った。困ったぞ。チップとデールのとこれ材料入手ガイドを見たけどレシピに登録しなかったんだな。ミッキーの家のまあコーディネートということで車型のオブジェを作ってあげなきゃいけないんだけどな。網細工のバブルが足りないんだよな。網細工のバブルはキャッスルタウンの魚釣りかキャッスルストリートの魚釣り。キャッスルストリートでも魚釣りできるんだ。キャッスルストリートで魚釣りした方がいいな。どこで魚釣れるんだ。19個目のシールがある。なんだろう。シールの封印を解きましたけどね、今。パージャンさん、素敵なお知らせです。今日からマジックキャッスルエアサービスに新しい空路がオープンしたんです。これ、気球屋さんなんだ。担当の人を紹介しますね。気球屋さん、姉。はじめまして、パージャンさん。お噂は妹から聞いてますよ。ふん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 。なるほどね。ここで何か新しいシールがもらえそうだ。このマジックキャッスルに住む人だけでなく他の場所にいる人たちとも交流ができるようになると。気球屋さんかなり便利ですね。で、そのためにはプロフィールカードを作る必要があります。ということで、プロフィールカードを作っていきましょうか。よし、じゃあ早速やっていきましょう。お気に入りの写真はやっぱこれかな。ドライバー最高さーって言ってるこれにしましょう。ここで情報はまあ、これはこんにちはでいいかな。そのまんまで。じゃあプロフィールカードを作ったのでいいでしょう。22枚目のシールみたいです。で、気球屋さんではインターネットにつないでプレゼントアイテムをもらったりゲストを呼んだりすることができますと。通信設定からすれ違い通信といつの間にか通信の登録をしておかないといけませんということでやっておきましょう。今日から始まるのはこれだけじゃないんです。なんとゲストをお招きすることができるんですよ。その準備をしたいときは私に話しかけてくださいねと。よっしゃー、これはいいとして、魚釣りですよね、問題は。この先に巻物がある。あ、魚釣りできるんだ。ドナルドがいるし、先客として。ここでじゃあ、ちょっと、アイテムをゲットしときますか。
シャボンのバブルをもらったと。シャボンのバブルじゃないんだよな。奥見ててちっとも飽きないよ。ありがとう。シャボンのバブルじゃないんだよな、今欲しいのは。さあ食いついてこい。ドナルドは今あさっての方向を見て何を思っているんだろう。再びプレゼント、そしてシャボンのバブル。シャボンのバブルじゃないんだよな、今欲しいのは。魚がいないな。ちょっと投げ込んで魚が寄ってくるのを待ちますか。誰もいない。ちょっと一旦上げて、こっちだな。さあ食いついてこい。どうだ。シャボンのバブルか。なかなかもらえないんだな。じゃあちょっと一旦中断して、王様のところに行って新しい挨拶を覚えさせてもらいましょうか。お、そしてスティッチがいる。声も原作にすごい似てるな。とっても素敵な絵がいっぱい。これスティッチが描いたんですかね。ちょっとスティッチに早速話しかけよう。スティッチいい子、もっと頑張る。ビーチもお絵かきして綺麗にするって言ってる。なるほど、スティッチはビーチに行っちゃったんだな。スティッチを追いかけたいところだけど、その前にせっかくここまで来たんで、王様のところに行こうとしたら王様のところには行かしてくれないんだな。ここは順番を守らなきゃいけないんですね。おー、なんか一気に南国の雰囲気になってるな、この先は。そしてその中に飲み込まれていった。一気に南国だな。さっきまでクリスマスツリーとか飾られてた、雪だるまとかもありましたけどね。リロ&スティッチということで、どうしましょう。ちょっと長くなってきたので、このリロ&スティッチ、スティッチと遊ぶのはちょっと次回にさせていただいて、今回は一旦ここで終了にさせていただきたいと思います。というわけで、ちょっとね、状況を見守りながら終わりにしたいと思います。